井上恒則です。カラス市会議員の方を2期6年務めさせていただきました。その前が、合併前の自然町役場、合併後は唐津市の職員、地域振興課長として、勤務しておりました。やっぱり合併前は、町村役場の職員として非常に町民との距離が近かったわけですけど、合併後は、非常にその市民との距離っていうのが、遠いなっていうのを感じました。また職員間のセクション主義等に、非常にこう不満を感じたわけです。そうした意味で、市会議員としてですね、周辺部のに住む職員の周辺部に住む市民の気持ちというのを何とか市政に反映させたいということで今まで頑張ってきたわけです。そういった中で旧唐津市というのはなんか観光といって企業誘致等になかなか雇用の拡大等に積極的でなかったなというのを強く感じております。伊万里多京は企業誘致に成功していますし、そうした意味で雇用の増大の拡大にですね努めていきたいというふうに強く思っております。